おはようございます。画家の小木曽です。鬼高評会を始めたいと思います。この鬼高評会というのは、画家であります私小木曽誠というおじさんが皆さんの作品をあだこうだという企画でございますけども、加筆とかしてもうちょっとこうしたらあしたらということを言っていく企画ですけども、メンバーシップというものになっていただかないとちょっと見ることできませんので、メンバーシップになるためには概要欄といって、ここのねタイトルのところ、第何回鬼高評会って書いてありますよね。それキュッと押すと、次の画面に行って、この画面に行ったりとかしますので、よかったらそちらからメンバーシップ会員登録していただけたら、似顔絵も描きますし、ね、いろいろまたメンバーシップのみの動画とかもあります。公募展とか出す前の作品とかがあって、こっそりこう見てもらいたいという人は、第1、第3木曜日の前日の水曜日に、ご応募お待ちしております。その、動画もありますので、よかったら、わからなかったら、メールください。それでは、89回を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。で、これからですね、かわいい作品ですね。まだまだ来てるな、今日な。子供がね、8時過ぎに寝たという珍しい現象が起きてますので、今9時半なんで撮ってます。透明水彩 F35。息子のところで飼ってる犬です。犬は動くので難しいので、写真に撮って描きました。あ、チワワです。誰を見ても吠えるので可愛くありません。面白い。いや、この作品僕ね、なんかすごいこう、好きなんよね。ちょっと画質悪いからちょっと見えにくいんですけど、なんかね、そんなに可愛くない感じもね、なんか顔から出てるというかね、そういうところもいいなと思いますし、なんかね、もう可愛いな。こういうのはこういうので一つの作品として面白いんですよ。僕は結構評価してしまうというね、悪い癖があるんですけど、あまりこう、いじりたくないんですけど、これね、まあ、可愛くなくても、まあ、多分一般論としては、ここ見せた方がいいんかなと思うんですよね。でも、ここが一番強く見えたり、ここが見えたりとかして、惜しいなという感じがします。もうめっちゃ可愛いから、もう顔見たら笑うてば、ねえ、めちゃくちゃ可愛い。でちょっとこっちの方を少し輪郭から攻めてあげるような仕事みたいなのを少ししてあげたりすると、外側からね、ファーっと、外側からほんの少しだけこう攻め、あげたりするような仕事をすると、こちらの方に目が行くようになりますので、少しこうコントラストつけてあげるわけですよね、こういうとこね。いやー、これは僕のツボにはまってしもた。かわいいやないかい。でその一番の見せ場ってどこかなーっていうことを考えたら、まあ大体こう犬の場合とか顔でしょ。でそういうところとかを少しやってあげて、もうちょっとこう周りまでこう自然に馴染むような感じにしてあげて、レイヤー外してみますよ。ペッで、そうすると顔の方少し目が行くじゃないですか。そうすると顔とか他のところとかもちょっと目が行くようになります。顔がめっちゃ可愛い。ごめんなさい。ずーっと笑ってしまってる。ねえ、可愛らしいじゃないですか。顔がめっちゃ可愛いですね。僕は嫌いじゃないですね。まあ、描くとしたら大事に描くのは目とかでしょうね。目とかのところとかを少しこう描いてあげたりすると可愛くなるかなと。まあ、あんま可愛くしたくないのかもしれませんけど、で、見せ場ってどこかなっていうことを考えて、そしてそこからこう、そういうところがもうちょっと目が気持ち悪くなりましたね。お、やばいやばい。ごめんなさい。いじるんやなかったって感じがします。ま、構図ってちょっと考えてもいいですよね。構図って。ただ真ん中にドンと置くだけじゃなくて、どのぐらいで切ったらいいかなとか、少しね、そういうのも考えてあげたり、もう可愛くないのを徹底するなら可愛くないのを徹底してあげてもいいと思うんですけど、ね、上の方もうちょっと切ってあげようかなとか、ね、どこかな、わからんけども、少しこの一つだけではちょっと寂しかったりするんやったら、ちょっとこう周りのところまで少し何かあるような状況とかを、まあこれはこれで絵として面白いからな。僕はこういうの好きでね、もうダメですね、僕の悪い癖ですね。あ、いや、描かんわ、ええな。なんかこう面白いところはあります。すごくこう微妙な色の使い方なんていうのもすごい好感持てますんで、ちょっと自信を持ちながら、ぜひ面白いもの、可愛いものを描いてあげてみてくださいね。また送ってください。ちょっとだけしかいじってませんけど、それでも目がちょっと気持ち悪くなってしまいました。ごめんなさい。次の作品こちらです。これもよく描いてますね。うちのチビもこれをやっておりますよ。
ゴーグルつけてね、なんか、JJ さん74歳広島在住、ユニコーンのゴーグルをつけた少女、F45 ウォーターフォードの300g、あ、僕が今日ライブ配信かなんかでやったやつかな、ホルベインの透明水彩、4回目の投稿です。これまで3回はいずれも水彩画教室の生物画でした。今回は違います。送られてきた孫の、7歳の孫の画像を描いた初めての人物画を描けてますね。活発、なんでしょうね、活発かな、活発で物おじしない少女で、室内なのになぜかゴーグルをつけてますと。前に出た腕が不自然に大きいので、お、これいいじゃないですか。で、こうね、不自然に大きいので、孫が可愛がってる猫に登場してもらいました。腕の一部を覆い隠してみました。画像では瞳の中に瞳孔がなく、なんていうんですか、光彩全体が濃淡のある黒目でした。画像、写真ではってことかな。濃淡のある黒目でしたと。肌の色は難しい。ジョーン・ブリアンも混ぜ込んだのが良くなかったでしょうか。髪も大変往生しました。先生の人物動画、また見直して勉強しますということでございます。まあ、目がもっと黒かったけど、ちょっとこう、茶色ようにしたということですか。人の肌よう描けてるじゃないですか。全然悪いと思いませんけどね。なんか髪の毛も頑張って描きはったなっていう感じがあって、悪ないと思いますよ。よう描けたなと思います。まあ、猫を描くんやったら猫前にしてあげた方がええかなっていうのがまず一つありますよね。嘘ついたら嘘の責任を取るっていうことがすごい大事で、嘘の責任を取るということは、ね、ニャンコロチーが前におるんやったら前におるように、少しこう前後関係、今腕のところを少し描きましたけども、とか髪の毛とかを少しも背景を持ってきて、耳のところあたりぐらいまで、ちょっとこう持ってきて、耳がギューと前に出てますっていうのがもうちょっとこう分かるようにしてあげたりするということは、ちょっと責任を取ってあげてもいいのかなと思います。そういう嘘はね、やっぱりこう自然と嘘をつけ、一回ついたものに関しては最後までついてあげるということをしてあげるといいですよね。トントン、ちょっと前に出てきましたよね。なんかこういうところとかっていうのとか、まあ、腕のこうところとかっていうのを少しこう書いておきますけども、髪の毛とかね、悪ないですよ。僕やったらもうちょっとこの辺のところの濃い色とかをもうちょっと濃くしたるかなっていう感じかな。こういうところのこう奥に入り込んでいくようなところとかっていうのは少しこう描いてあげる。肌の色は僕直す必要ないんちゃうかなと。もう写真見る限りですよ。感じがしますので。ちょっと奥にギューって入っていくとことか、まあ鼻とかのこう自然にね、活発な少女なんですね。目もなんかね、もうちょっとこうやっぱ見えない、見えやんでも少し描いてあげてもいいかもしれませんね。まあこの方が言ってる色とは違う色にちょっとしてみましょうか。茶色っぽい感じで描いたらどうなるかなとかね。あんま出へんね。細すぎるか。よう描けてますよ。ハイライトみたいなのとかね、ちょっとどっかに下の方に来たんですかね、ハイライトがキュッと来て可愛らしいね、面白いですね。ほんとこの辺難しいですもんね。で、目の眼球というのが少しこう分かるような感じにもうちょっとなってきたら、もっといいんちゃうかなと。球体というのが分かるようになってきたら、もっと良くなります。この奥の目の奥のところってこう難しいですよね。ちょっとレイヤー外してみます。ピャッピャッね、そのあたりというのまでできてきたら、もっともっと良くなるんじゃないかな。肌の色というよりゴーグルの影とかをもうちょっと大事に描いてあげてもよかったんかもしれんね。その辺というのはなかなか難しい。なんか違うあれが できましたね。 このゴーグルの少しこう影みたいなのがほんの少しこう落ちているところがあれば、そういうのを描いてあげてももっと良くなるんちゃうかなと思います。この調子でぜひぜひ頑張られてみてください。悪ないと思います。前後関係を出すとか、それによって落ちる影とか、そういったところをちょっと探し出してみてください。次の作品こちらです。おー来たね。こちらは、ペンネームは、マボーさんですかね。マーボーさんですね。フェルメール、ハリキャンバス F45、
油絵の具、草壁、松田、お夫婦、フェルメールの真珠の耳飾りの少女です。ベトンエトーをかいつまんでから描いた作品です。ほとんど模写や写実をやらないんですが、初めてにしてはうまくいった気がします。お、しかし目のあたりの怖さが際立っているように見えます。目の表現の仕方など参考にしたいです。それから肌色に関しても悩みがあります。使っているのは松田のモノクロームチントウォームに白とバーントシェンナ色味が強い部分には草壁さんのローズグレーや赤を足して使っています。しかしどこか肌の色味と違っているようでどうしていいかわかりません。肌色についても教えてくださいということで、欲張りさんですねまあ肌の色よりもまずこう背景とかまでやるなら徹底してやった方がいいです。中途半端にやってしまうよりはもう背景とかまで暗く描くんやったら描いてあげた方がいいです。どうしてもこれやったら中途半端に見えてしまいますの でサイズ的には4号って書いてあったかな。フェルメールのあの真珠の耳飾りみたいにこう描くんやったら背景まで描いてあげて、で確かに目なんかやっぱこう眼球という意識がないから、まあ上まぶたみたいなものから落ちてる影みたいなのとかってやっぱちょっと描いてあげやんと、なんか白目ちょっと画像が悪いんですよ。ちょっとわかんない、画像が悪いんでなかなか画質がこう難しい。あ、やっぱそうなるな。ちょっとこう上まぶたとかがちょっとありますよとか、まあ、僕のなんかフェルメールのあの模写やったやつあると思うんで、ちょっとそれは参考にされてみてください。で、色のこう配色とかライブ配信でやってます。まあ、それは絶対参考になると思いますので、ね、そういうところをちょっと参考にして、ちょっと画像悪いね、もったいないね。なんかね、送ってくるんやったらね、もうちょっとこう、で、ここの辺にハイライトでビーンとこう白いのが入ったりしてるんですよね。でそういうのとかっていうのをぐーっとこうしっかりこう見て、どういうハイライトの入り方してんのかなっていうのは参考にぜひぜひされてみてください。肌の色がそんな悪いとは思わないんですけど、まあ僕もこのなんちゅうの本物も見たことありますけど、うん、そんなこうこれ自体が悪いとは思わないんですけど、まあちょっと赤みがかってるとかね、あのちょっとこう黄色みがかってるとかっていうのはあると思うんですけど、あんまりこうなんかもう固有のなんていうんですか、あの色とかに出来上がった色に頼りすぎないっていうことは大事ですよ。どうしてもこう なんとかオブモノクロームみたいな色って何かと何かを混ぜ合わせてできている色で、自分である程度その辺は作れると思いますので、まあ、ちょっとその私のなんかこうライブ配信でやったやつとかを少し参考に、まあ、相変わらず気持ち悪いけど、されてみてもいいかなと思います。もうちょっと確かおでこ巻いちゃうかった、うん、こう、フェルメールのこのね、ここのターバンの青さなんていうのも結構大事なポイントなんですけどね、ここのね、ここの色ってかなりこう青くって、あのラピスラズリみたいなんで、ここの辺にこう、稜線みたいなのが出てきてるはずなんですよね、ビューっとね。もうちょっと下やったかもしれないけど、でそういうところとかっていうのも参考になると思いますし、どういうところに形の変わり目が来てるのかなとかっていうのも参考になります。そういうところを模写する場合っていうのは、ぜひ頑張って真似してみるのと、やっぱりこう描き方のプロセスみたいなのをちょっと自分なりの解釈っていうので頑張って、ちょっと本物の絵がないからなかなか画質難しいんですけど、ぜひこうプロセスみたいなのとかを少しこう勉強されて、ちょっと口の位置もちょっと低いんですけどね、されてみてはどうでしょうか。まあ、ほんの少しいじってまだ口の位置がおかしいかな、目の形もおかしいかなとかあるんですけど、ぜひぜひ今後も頑張ってみてください。次の作品こちらです。おー、頑張りましたね。なんかこうもう芸大の受験作品みたいになってきましたね。おさえゆうのさん、猫じゃらし。猫じゃらしが好きで描いてみたいとチャレンジしました。あ、切られてもすぐ生えてきて太陽に向かう感じがたくましくて綺麗だなと。いつもありがとうございます。大阪の LINE 配信ライブね、ライブ VE ね、ライブ配信楽しみにしてますということで、まあ、これが公開されている時にはもう終わってるかな、ライブ配信ね。面白いと思います。すごくこうマチエルとかを遊び出せて、そしてそれが形になってきているところなんていうのは非常に面白いなと思いますので、この調子で前よりもこう絵肌に対してすごくこうアプローチも良くなってきて、背景との絡み方みたいなのもすごい良くなってきてるんで、この調子でぜひ頑張ってみてください。まあ
どっちかわからないです。どっちかわからないですけど、まあこの調子でいくのか、まあ例えば後ろのとこだけでもなんか違う表情にするのかとかね、なんかこうあってもいいか。僕やったらなんかね、もう本当にこう後ろとかなんか意外とベタ塗りかなんかにビューっとしてしもって、案外こう真っ白かなんかにしてしまうとかね、思い切ったこと僕なんかするんですよね。知ってるでしょ、もう僕の思い切ったことする、まあ、もうこれぐらいにしてみても、それによってマチエルのこう、まあ言うてしまうと何が問題かって、ここの猫じゃらしよりもこっちのマチエルの方がちょっとうるさく見えてるんですよ、上のとこね。まあそこをちょっとこう抑えてあげるだけで印象変わるよっていうことを言いたかったんですけど、まあそれにはちょっとこの辺がうるさいんですよね。だから猫じゃらしの良さみたいなのをやっぱこう背景で潰さん方がいいです。せっかくねレイヤー外してみますよ、ぴょんぴょん。まあ、これぐらいで十分やと思いますし、ちょっとその辺でなんか損してしまってるかなと。私やったらちょっと上の方とかを少しこう暗くして、なんかこうギュッと引き締まった感じにしてあげて、でちょっとこう猫じゃらしの隙間のところもちょっと濃くしてあげるとか、やっぱこう猫じゃらしくんをやっぱ見せるということもすごくこう、あの絵の具にこうが楽しくなりすぎてしまって、あ、もうなんかこうね、酔ってしまったなーっていう感じが見えるので、ちょっとここからなんかこうほんと薄くなんかこうピューっとこう押さえてあるようなところが何箇所かあって、もっと猫じゃらし感が強くなってくるようなこともあるんちゃうかなと思ったりするんですよね。すごいですよね、 iPad これ本当に筆圧だけでうわーっと反応してくれる。僕だったらこれぐらいにするかなとかね、麦とかも絵になるかもしれませんよね。ちょっとこうその辺でこうなんかこうもう策に溺れてしまうわけじゃなくて、今じゃあこれ何しようと思ったって言ったら、その猫じゃらしが天に向かってズドーンっていうのを出すわけですから、そこのところというのをやっぱりこう初志貫徹でぜひやられてみてもいいかなと思います。悪くないですよ、すごくいい学習の仕方してると思います。次の作品こちらです。おー、これもいいですね。よいしょ。大高さんですね、ありがとうございます。咲子さん、ほっとする時間、 A4 剣とし色鉛筆、難しいね色鉛筆。おじさんも今仕事で色鉛筆の仕事をやらされてるちゃうな。やりたないんやけどやってるんですけど、めちゃ難しいですね。パステルマスキングか、パステルをばらまくというのも手か。一瞬待ってください。もうなんか、もう4時間ぐらい書いてるんですけど、もう全然できない。一瞬見せました。緑と同化して後ろとね、何も見えんかったかもしれませんけど、いつもに好評、本当ありがとうございます。久しぶりの投稿ですね。自分で作った梅ジュースを炭酸で割って飲んでいますが、なくなってしまう前にと、あ、梅ジュースですか、美味しそうですね。このような生物、梅ジュース?梅酒のことですかね。このような、生物画の場合、背景は描き込む場合、の限度が分からず、ぼんやりした感じになってしまいました。このようなモチーフが入るような背景の描き方を教えていただければと思います。確かにね、確かに背景やね。まあ、パステルでふーっと擦り込んでるんですけど、まあ、書くんやったら、ちょっとどうしようかな。書くんやったら、まあ、書いていいんですけど、例えばこっち側とこっち側で色が入れ替わってるところをちょっと作ってあげてほしいっていうか、全部がこうモチーフの周りが明るくふわーっとなっとるんですよ。でそうやなくて、外側からこうビューっとこう攻め込んできて、で、うん、外側から攻め込んできて、中がちょっと、で、これ、例えば難しいでしょ?今何やったかって、ここのとこいじったんですよ。で、これ難しいと思うんですけど、例えば、もうね、なんかこう、トレーシングペーパーかな、100円ショップとかにも売ってるんちゃいます?知りませんけど、ホームセンターとかで、で、この、例えばペットボトルかなんかとか、ポコッと置いて、切って、それで、切って、要はマスキング代わりにして、トレーシングペーパーマスキング代わりして、それを置いて、上からパステルかなんかの粉をペッとやると、外側からペッとやったりすると、そこのとこカキッとなります。何言ったか分かりました?今、擬音ばっかでしたね。ちょっとそういうところとかっていうのを、ちょっと、ただファファファとまぶしたように見えてしまうんじゃなくて、ちゃんとこう、外側から書いてますよっていうのが少し見えるような感じにしてあげたりすると、印象がガラッと変わってきます。ちょっと難しいんですけどね。で、そういうことが少しできたりすると、外側から白いのがバーッと攻めてきたりとか、
ね、逆に少し意図的に中まで入れてあげるっていうこともあっていいかもしれませんし、どうですか？ちょっと解説しました。ペッペッ。で、その辺っていうのはやっぱ背景というものとなんか別個で考えるんじゃなくて、ちゃんとモチーフを見せてあげるという考え方を持ってあげてもいいかなと思います。で、まあ多分写真撮って書いたと思うんですけど、まあディティールに関してはそれでいいんですけど、まあちょこっと距離を置いた方がいいです。これだったら本当にこう多分、この見え方をしているということは、まあこれ皆さんに言えるんですよ。よくあるあるなんですけど、やっぱりこう、人間の目があって、ペットボトルの上面が見えてないっていうことは、人間の目より上にあると。ね、人間の目より上にあると。で、あとは下にあると。案外こう近い距離で物を見てる場合っていうのは、そういう風になってきますよね。だから、ちょっとその自分の目と近すぎると、こういうことに起こりうる。で、それがすごくこう、写真っていうのもより強調されて出てくるっていうことがありますので、ちょっとその辺というのちょこっと距離を置いて撮ってあげて、ここのところは特に、で、ここが多分目線のこう高さのイーブンのところに来とるんですね。だから、ちょっとその辺っていうのを、ここが、この辺、だいたいこの辺が目線の高さのイーブンかな。で、これが下。これが上になってるので、ちょっと書きすぎましたね。ちょっとそういうところを不自然にしすぎない方がええかなと思います。あとはよう書けてますよ。こういうところの表情とかの使い方とかバッチリですしね。こんなんも、もうちょっとこういうのもね、S、T、R をどんどん細くなっていくね。こうオーバーに書いてますよ。回り込むのに、やっぱりこういうの活かしてあげんと、書く以上は活かしてあげんと回り込むっていうところ出てきませんので、ちょっとそういうところまでぜひ意識してやられてみてください。いっぱいなんかいじりまくりまして、ごめんなさいね。レイヤー外してみます。じゃん。レイヤー外してみます。ぴゃん、ぴゃん、ぴゃん。ね、これだいぶ良くなったと思いませんか？わかりました？さっきのマスキング代わりに。僕もそういうことをやりますよ。はい、次の作品いきます。こちらの作品で、これもほら同じこと言えるんですね。これもね、上面がどっち向いてるかがわからないんですよ、これ。ね、今回なんかこう似たような問題が起きてきてて。で、影もちょっと難しいですね。で、こう、ちょっと紙が細かいやつをこの方も使われた方がいいんちゃうかなと思います。タイトル、グラス 23×29cm スケッチブック鉛筆。いつもご指導ありがとうございます。実物を見ているわけ偉いですね。いろんなものが透けて見えるので、後ろの黒っぽい梱包紙を立てて、トップコンボしたってて、天井から照明は消して、窓からの自然光とスタンドライトで光を当ててみました。セッティング大変なんですね。大変よ。ね、追伸先生の奈良弁がとてもいいです。学生の頃、奈良の友人が結構いたので、とても、奈良弁ですか？奈良弁ってね、もっと汚いですよ。僕は関西弁ですけど、親は関西出身じゃないから、言葉として多分柔らかいんですね。だから多分、もう奈良弁ってもう汚いですよ。もうすいません、今のね、はい、あれがありました。お詫びして訂正はしませんが、奈良弁というのは汚いですよ。で、ちょっと後ろとかやっぱりこうね、やるんやったら徹底して、もう擦り込んでまた書いて、擦り込んで書いて、最後に擦り込んでぐらいにしたいんですけど、ちょっと見てると紙が荒い。だからちょっと荒いからなんかこう困っている。これぐらい静かに見えたらどうですかね。まあ僕なんかは紙の種類に関してはやはりこだわった方がいいですよっていうの結構言いますんで、やっぱりこうちょっとこの辺見ると何の紙使ってるか画用紙だけ書いてあったんで、でもよくこう見て書いたところはいいです。で、そういうところのなんかこうやっぱこう後ろがわーっと騒ぎ立ててきてしまうんじゃなくて、書く以上はそこは責任取るってよう言えてますよね。そういうのをこう責任とか取れていくといいかなと思います。それに対してこうガラスのところが後ろに背面にこう暗くすることによって、さあどういう風にキラッと見えたかなとかっていうのを、まあ描いたり擦ったり、いろんなこう表情とか輪郭のところとかどういう風に見えるかなとかっていうところを今度は集中的に見てあげたりすると。ちょっといじりましたよ。で、影がなんかこうね、これは何やろうな、この白くビューってなってるのがこう何か気になるんですけど、これ何ですかね。ちょっといじりました。ちょっとレイヤー外してみますね。だいぶ印象変わったんじゃないですか。まあ擦りすぎてもいかんけど、なんかこうやっぱり
神から立って見えてきてしまうっていうとちょっと損してしまいますので、その辺っていうのをやっぱりこう立って見えないようにしてあげるっていうことは大事かなと思います。すごくいいことだと思います。見て書いたっていうのもすごく好感持てますので、ぜひぜひこうこの調子で、見て書くってやっぱり難しいですよね。なんかね、一緒にこう旅行とか行ってね、スケッチでも皆さん行けたらこういつか行きましょうよ。おじさんがこうわーっと書くの見てたら多分感動すると思いますけど、自分でやったらまずできないです。それについてこれる人がいたらおじさん褒めてあげますのでね、すごいねって言ってあげます、ね、でちょっとこれも下が詰まりすぎたらもったいないですね。で上のところがどうなってるのかなっていうのがちょっと見えない。これが手前にこう来てるとなれば、少しやっぱりここのところというのを少しね、頑張ってもうちょっとこう前にしてあげるということをしてあげてもいいような気がするんですよね。ガラスのここのとこね、ここはもうちょっと細かくな、キラッとしてるところとかも、ね、で細い線かなんかでギューッとこう書いてあげやんといかんすけど、この辺っていうのがまあ難しい。そしてこの側面に入っていくとかまあ難しい。こういうとこめちゃくちゃ難しいでしょ。めちゃむずいんですよ。おじさんはそんなのをずっとやってきた。ね、ちょっと書きましたけど、レイヤー外してみます。じゃね、だいぶ違ってみますよね。ね、じゃん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 。そういうところ、ちょっと頑張ってやられてみてください。次の作品こちらです。お、頑張ってますね。お、なかなかいいですね。こんなとこ行ってるんですね。忍さんです。9回目。阿弥陀岳、山梨県の八ヶ岳 F4 号東名水産。以前から原村かなからスケッチしてきたものを5対5に書き直します。5対、何が5対5やろうね。比率かな。何枚か描き直していますうちに、木々の勢いなどがなくなったような気もしますが、他のものは4対6だったり、山が変だったりで、これを提出させていただきますと。横浜をそこ、お忙しながらありがとうございましたということで、宝物ができました。お会いしましてね、皆さんね、本当にまあ山とか木々という感じよりもこれは、ああそうか、雪山ではないんですね今回ね。なんかね、そういう感じないね。ピターっとこう、なんていうかな、影は影と、もうちょっと見えてもよかったのか、わかんないですよ。本物これ見てないから、どんな感じなのかが少し見えにくいんですけど、もうちょっとこう、影は影というのが、バーンと見えてきて、光は光っていうのが、ボーンと見えてきた方が、なんかこう、後ろの山、ちょっとこう、影と光の中がこう、騒がしすぎて、なんかこう、両方が立ちすぎてるというか、両方が喧嘩し合ってるように見えてしまうところがあって、影の中、光の中みたいなのがもうちょっとすっきり見えてきてもいいんかなという感じがしますよね。で、もう少しでこうなんか強弱みたいなのがちょっとつけれてもよかったのかなと、ちょっといじりましたよ。レイヤー外しています。ちょっとこう光影のこうコントラストが強すぎて、まあ、これぐらいでもいいんちゃうかな。私の場合ですよ。私が思うにはこのぐらいでもいいんちゃうかなと。まあ、この辺っていうのはね、その人それぞれのなんかこう、ね、感性的な部分やったりするから、まあ一概に言えないんですけどね。で、なんかこう、手前とかにもっと大胆な仕事があっても面白いかもしれないし、なんかこう、全部が同じような感じになるんじゃなくて、少し本当にこう、木々の勢いって言ってましたけど、少し僕だったらこう、勢いをペッ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 手前とかにガッ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 とつけてあげたりとかするだけで、印象ってこう変わってくるんちゃうかなと思います。ね、難しいですね。なんか絵ってね、延々と難しいですね。ね、皆さんもやっぱり延々と難しいなと思ってほしいなと思います。それぐらいね、人生をかけて勉強、おじさんだってそうですよ。もうね、こんだけ絵描いてきてももう分からんことだらけ。人の絵こんな風にね、勝手にいじくり回して80歳を超えた女性のね、ひどいもんですよね。たくさんお話しましたね。はい。なんかこう、これぐらいこう、初めからこう、強弱濃淡みたいなつけてスタートされてもいいのかな。多分秋の山やろな、こんな。雪山じゃないから白よりはこのぐらいがいいのかな。これぐらいこう、ベン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 とついてきてもよかったのかな、と思いますね。もうちょっといじろう。もうちょっとこう、例えば、木々のところっていうのを、真ん中のところの暗いところ、もうちょっと暗く。やっぱりこう、難しくなってくるのは、やっぱ強弱の付け方で、やっぱ似たようになってしまうというところですよね。で、大きいものをこう捉えた
ければ捉えたいほど、なんか僕は強弱というのをある程度つけてあげた方が、ね、絵の中ですごくメリハリってついてくると、それだけでもこうドーンとかドーンっていう風に見えてくんちゃうかなという気がするんですね。また難しいことね、私はそんな年齢とか関係なくいきますからね、当然ね、そんなもん関係あれへんもんね。150歳時代まだまだ皆さんね、何十年とやってもらわんとあかんから、強弱をこう道のとこもつけました。これぐらいつけちゃうかな。はい、最後の作品となります、こちらですね。この方ゴッホみたいですね。以前3回鬼子を標榜してます。なかなか責任を持てるような絵が描けず自信がありません。よろしくお願いします。私のひまわり、チャコちゃん、チャコさん、76歳、 F15 を油絵。子供の頃から元気が出るものに心惹かれます。今年の夏、農家の方が育てた元気のいい大きなひまわりに出会いました。家の近くに売りに来ていたのですが、我が家に持ってきた頃にはしんなり、その変化する様が面白く絵にしたくなりました。それから毎日の散歩の時に観察してみると、変化していく様が面白くなり、最近までに15を3枚描いた、そのうちの1枚ですということです。いやー、でもすごい頑張って描かれてますね。なかなか責任持てるような絵描きで自信がないということなんですけど、あのですね、いいですよ。一つ言っときます。いいです。すごくこう、グッドです。この色のね、使い方みたいなのもすごくいいので、一つこう、言いたいのは、これ、あれですか、キャンバスが何回もこう書き直してはるのかな？古いキャンバスかなんかを使われているのか、初めにあるマチエルみたいなのがちょっとこう立ちすぎている、初めについたマチエルがポコポコっていうのが先に見えてきてしまってるんですよ。わかります？細かいとこ言うと、ほんと、おい、細かいなって感じするかもしれませんけど、ね、例えば、こういうところの、こういうふうにこうマチエル立ってるようなのがあるんですね。これ立つって僕言うんですけど、なんかこう、形とは違うマチエルが先に見えてきてしまうっていうことがある。で、これっていうのを、ちょっとどうなんやろうなと、こういうところとかピュッとあったり、ピュッとあったりです。で、色使いとかも面白いし、これもし初めからこういうふうにフルキャンかなんか使われてんやったら、ちょっとそれを紙ヤスリでやすってやるとか、で、そこから、まあ、紙ヤスリの時マスクちゃんとしてくださいね。で、そこから、このひまわりがその下のマチエルより厚く塗る。頑張って。もう超チューブから直でもいい。これ油絵かな？直でもいい。で、直でもいいから、それでその絵の具をぐーっとこのマチエルよりも勝つように塗ってあげる。っていうような気持ちでやられてみてください。で、次は背景に黒を使っているのをちょっと控えてみてください。ちょっと黒が多すぎて、塗るならベタって塗ってしまうか、ちょっと黒じゃない色使う。あんまりこう、加湿するというより、その、なんかこの人のタッチみたいな面白くて、で、そこの中でも責任取れてないのは初めのこのマチエルの付け方。で、その次は黒の色。で、この二つだけ留意して、まあ理想的なのは綺麗なキャンバス。で、次にもしマチエルをどうしても付けたかったら、例えばアクリルのモデリングペーストかなんかで下書きをして、その後にこうマチエルを形にある程度沿いながらつけて着色するとか、そういう風にしていかないと、やっぱりこう自分の意図しない絵の具がまだついてるという状態から始めてるわけですよね。っていうことは責任なかなか取りきれないじゃないですか。たまたまなったっていう状況からスタートするっていうことはそういうことです。で、そういうことができるようになってくると、これだけのこう色彩感覚、ものすごい黄色もあれやピンクもあれや、こんなのないんでしょ？あったんですか？ひまわり。わからないですけど、僕、ひまわりで黄色のものしか見たことないので、なんか他の花かもしれませんけど、そういうところをちょっと注意して、ぜひ頑張られてみてください。59回以上です。